陸別町のとある場所に向かっています。鎌倉に宿泊できる場所があり、今日はそちらでキャンプします。こんな感じで今荷物を持って、出かけております。なんか大人の遠足みたいな、そんな、感じですかね。あれ、あこんにちは。ちょうどグッドタイミング。こんなの持ってるんですけど、今日お世話になる浜田旅館の浜田雅史さんです。どうもよろしくお願いします。いつもだと氷の鎌倉バルーンマンション作ってたじゃないですか。あれ去年できなかったんで、今年大雪もあったし、今年は鎌倉にしてみようかなと。いや、いいっすね、これ。昨日ね、趣味です、趣味。昨日ちょっと見させてもらったら、すごい良くて、泊まらせてもらえるなんて、本当最高です。ありがとうございます。50に使ってください。これね、この鎌倉、長さがこれ、15メーターぐらいあんのかな、この山は。こんな感じでね、中は。これね、自分で持ってきた道具ですね。ポータブル電源も一応持ってきました。で、こんな感じでね、中なってます。現在ね、気温がね 7.3 度であったかいですね。非常にあったかくて静かですね。これ今荷物ね持ってきました。今日の寝床を作っちゃいます。で、今日はね、マット2枚と、寝袋1枚で寝ます。こんな感じで結構広いです。今日のメニューはご飯炊いて用意ご飯、ホタテ、バターコーンと、そして石狩鍋を作ります。今マイナス 5.7 度ですけど、やっぱね、手先指が寒いね。ご飯とね、鍋一緒に使ってみてますが、どうやら動くね。一緒に使えてます。はい、乾杯しようと思います。乾杯。はい、こちら用意ご飯。これね、いい光な。はい、ご飯食べ終わりました。いやー、美味しかったですね。で、なんでこんなことやってるかっていうと、陸別町日本一寒い町、そのね、寒さを、体感したいというのと楽しみたいということで、やってます。去年もね、自分家の庭に雪洞を掘って泊まったりとかね、しましたけれどもね、それと比べてかなりこちらのね、鎌倉は大きさがね結構 2m×3m ぐらいあってね、すごい、快適です。で寝る時はまあ今日はホカロンね、足先と、腰とお腹に貼って、寝ようかなと、思います。はい、そろそろ寝袋に入りたいと思います。一応ね、蓋をして、防寒というよりね、猫が入ってくるかもしれないので塞ぎました。入り口は。こちらはマイナス 8.4 度か。昨日はマイナス22度夜中なってました。うん。スコア88、良い睡眠でしたね。8時間18分。左右に振ります。生姜パウダー。生姜の際こっちに移しました。たまるね。高い。もち。はい、お餅、これね、いただきます。うん、お餅いいですね。これ初めてお餅これで焼くんだけど、くっつかないしいいですね。でね、お餅今朝お餅凍っちゃってんだけど、うん、これで普通に焼けるし、まあ、極寒キャンプとか極寒車中泊のこれ定番メニューになりそうだな。うん、簡単に焼けるしね、いいですねこれ。で実は最近小麦をねあんまり食べないようにしてて、妻の実家の栃木からね送ってもらってる海苔餅なんだけど大好きなんですよ。うまい。ピーナッツがね入ってる左右、まあ生姜入りのね左右っていうのが、家だとね生姜入れて飲んだりしてんだけど、結局昨日から白米1合と石狩鍋作って 200cc ぐらいの菜を2回飲んで、海苔餅3枚焼いてるんですけど iPhone の充電もして 13% 残ったと。うん、まあ1泊2日のねキャンプにはちょうどいいのかな。はい、この辺でね、陸別町の、まあ、浜田旅館のところにある鎌倉のお泊まりは終了です。一回、まあ、8時ぐらいにねちょっと8時半ぐらいに体冷えちゃって、それでまあ寝袋に入って体温めて10時ぐらいに寝たと。やっぱりね車の車中泊と比べると雪なんでね、周りが底冷えはあるのかなと。もう寝袋に入ってゆっくりしてました。快適ですね。ここはね静かですし、楽しく無事朝を迎えることができました。またね機会があれば泊まりに行きたいなと思います。